どうも、じゅんぺいです。今日はですね、ソルティットキャラメルを作っていきたいと思います。とても簡単で、しかもデザートには万能なソースなので、ぜひ一度作ってみてください。それでは行ってみましょう。レッツゴー。材料紹介していきます。今回はですね、ソルティットキャラメルソースですねを作るのに使う材料です。お砂糖、生クリーム、バター、あとお塩、できればお塩は生成塩よりかは岩塩だったりとか、そういう自然の塩を使っていただければいいかなと思ってます。そしたら作っていきましょう。
きます。超甘そうです。すごい今スピードワゴンの気持ちが分かります。超絶甘いです。でも嫌な甘みじゃないんですよね。ちゃんとビターな感じとちょっとしょっぱい、あの無限連鎖ですね。甘じょっぱい、もうこれさえあればもう多分無限に食べれるんじゃないかなとは思います。本当ね、作るのすごい簡単なんで、なんかあの朝ごはんとかね、子供さんがあのパンケーキとかあの焼いて食べたりとかするときにね、あのメープルシロップの代わりに、まあ、ソルトキャラメルソースをかけてあげたりとか、本当これデザートには超万能なのでぜひ作ってください。あのちゃんとね瓶に入れて冷蔵とかにしとけば全然持ちますん で冷蔵を入れるとちょっと硬くなっちゃうときは、あの一度このままレンジでチンして柔らかくしてくれたら、まあ、全然使いやすいので、本当ね今回あの作って一番今のところ良かったなと思います。なぜかというと本当にこれ万能なんで、何回も言いますけどね、あのぜひお試しください。ではまた会いましょう。ではさようなら。